こんにちは、チンです。チップとキャラクターについてね、お話していきたいと思います。少し前からね、個人的に思ってることなんですけれども、まあ、キャラ作りってあると思うんですけど、マジシャン、こう、キャラクターにまあ注力している方いると思うんですけれども、個人的にはキャラはない方がいいんじゃないかなと思います。まあ、キャラって言っても、まあね、決め台詞使うとか、まあ、そのぐらいはいいかもしれないですけれども、まあ、ちょっとなんかキャラ作りすぎるのは、まあ、良くないって個人的に思います。もう、無難な、 ショートケーキみたいなのが。 いいんじゃないでしょうか。まあ、マジックの営業の現場においてはっていう話なんですけれども、これが例えばコンテストや、えー、SNS、まあメディア、ね、テレビとかそういうのを目指してんだったら、まあちょっと話変わってくるかもしれないんですけど、まあ最初のうちにいちいちキャラなんか作りすぎるのは、まあ僕はちょっとどうかなってね、最近思っております。SNS で最近いろんなマジシャンの方の演技見れるじゃないですか。で、多分いろんなこの海外の人に影響を受けてんだろうな、みたいな、いろいろあると思うんですけど、 まあ例えばよくあるのが、まあ、ヨーロッパでね、もうおなじみのダニダ・オルティスさんとかいるじゃないですか。まあ、ああいう人に憧れて、ちょっと文化の違いもあってよくわからないですけど、あの、なんか,なんか偉そうな感じ。まあ、どうやみたいな名前。まあ、フランクな感じかな。ちょっと偉そうって言ったら語弊あるけど、フランクな感じで、ちょっと慣れ慣れしい、友達な感じだったりとか、まあ、ちょっと際どい客あしらいっていうんですかね、際どい客いじりとか、ね、そういうのを、 ハマればめちゃくちゃウケるんだけど、ハマんなかった時になんだこいつってなってしまう系のキャラはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。 え、もちろんそのお客様によってある程度変えれるんだったらいいんですけれども、そう、不器用な人が多いと思いますので、じゃあもう無難にね、丁寧に、え、綺麗なマジックをやるっていうのが、まあ一番クライアントにとっても、え、安心なんじゃないかなっていうふうに思います。もう、クライアントの方はね、特にお客様に失礼はなく、ただ単に盛り上げてくれればいいんで、わけわかんない。一発、こう、なんか、受けるかもしれないみたいな、色物みたいなの出したわけじゃなく、 で、とりあえず無難に盛り上げてほしいということなんで、まあなんかそこういう観点でいくと。 変なキャラ作り、際どいキャラ作り、もう結構ね、その客あしらい、多めのキャラとか、まあなんかそういうのはなんか、まあちょっと危険かなっていうふうに思います。えー、もちろんね、トップのクラスになってくれば、あの、すごいね、もうお客様この人見て、あ、これやばい、これ以上行ったらやばいってわかると思うんですけれども、わかんない人もいるし、ね、最初からそれできるもんじゃないっていうのと、あと思うに、これって後からわかるもんじゃないって、 その人の生まれ持ったなんか人,に人を見る力とかなんか昔からのコミュニケーション能力でこう培ってきてるものだと思いますのでだから全然ねパッとしない。 勝った人たちがいきなりそういう生意気キャラとかなんか偉そうな感じの客いじりすると普通にお客様わかりますからなんだこいつみたいな感じでんこいつお前なん絶対お前パッとしてこなかったやろお前みたいな感じになるんでイラッとさせる可能性ありますから 無難なマジシャンで丁寧にお客様をただただ立てる。その,あのいう無難なのが、まあ、いいんじゃないかなって思いますので。まあだから SNS でね、そういういろんなパフォーマンスを見て、 ま、影響受けちゃうかもしれないですけど、そこはちょっと一旦ね、冷静に、自分の身なりを見てとか、自分がこれこういうキャラやったらうざいなとかってね、いろいろあると思います。で、僕、マジックバーとかで見たことあるんですけれども、キャラクターもどこまで入れるかじゃないですか。ま、ある程度、そのね、のキャラクターだったら全然いいと思うんですけども、キャラ入れすぎるタイプの人、なんか、なんかのアニメのキャラに表示してるのかちょっとわかんないですけど、あの、そこまでやっちゃうと、 その受ける人にはいいかもしんないですけども結構僕が実際に見たやつでは、まあ、お客様半分切れてましたね。なんだこいつぜえだみたいな感じになっておりました。でもキャラクター入れすぎたらそれ途中で変更するわけにいかないでしょ。あの あ、すみま,ません。あ、やばいちょっと怒ってるかもしれない。いや、でも、これ、キャラこれだしな、みたいな感じで、生き続けなきゃいけないじゃないですか。じゃそうなってくるときついんで、あんまり攻めなくてもいいかなっていうのと、まあ、お酒入ってますから、かなりね。ほんで、めちゃくちゃ変なキャラやって、 僕は正直どうなんかなっていうふうには思います。まあ、生ききればね、本当に生ききったらすごいことになると思うんですけど、とにかく最初はね、最初はもう無難に無難に行くのがね、いいんじゃないかなって思います。で、それにキャラクターに関してのチップなんですけれども、まあ、僕、チップが出やすい人の特徴みたいなの、ね、X にポストしたときに、えっとね、 身長が低くて細身のチビ、え,え身長が低くて細身の若い、若い子みたいな感じで言ったんですけど、まあどういう意味合いかというと、やっぱりこう、ある程度舐めてもらえる、お客様から見て舐めてもらえる感じの人の方がチップが出やすいんじゃないかなっていうふうに思います。これはまあどういうい人を からチップをもらいたいかっていう話なんですけどこう例えば社長さんとかねえらい人が頑張れよみたいな感じでチップを、まあ、もらうっていうパターンの今話なんですけれどもちょっとこれもうちょっと行くとまた逆,逆の話もあり得るんですけどちょっとまあ可愛がってやろうみたいな感じのチップの出方ですねだからそこで例えば、まあ、イケメンすぎて高身長イケメン な感じだったらこう圧がかかるじゃないですか7個いつみたいな。 感じになっちゃうんで、まあ、ある程度、まあ、清潔感はね、もちろん必須です。清潔感の、あ、そうだ、清潔感のある細身のチビって言ったんだな。で、やっぱ若い人はいいと思うんですけど、っていう感じで、まあまあ、頑張れよ、みたいな感じで、ちょっと舐めてくれるとか、可愛がってくれるような感じにする。背が高すぎたりしても、こう、圧かかっちゃうし、まあなんかそういう、まあ意味合いで、なんですけれども、で、この逆もあって、じゃあ、例えば、 舐められなさすぎるようなアクトにすると多分自動的にもチップ出てくるんですよね。あの、あ、いいもの、いいもの見させていただきましたみたいな感じで、まあ、チップが出てくると思うんで、ここの、まあ、バランスなんですけれども、まあちょっと、ね、ちょっとまとめてないんであれなんですけれども、まあなんかやっぱりこう年齢とともにですね、そうチップのもらい方やっぱ変わってくるんじゃないかなって僕30代になりましてなってね、なんか気づいてきたんですけれども、なんか今まで、 あの、僕20代の頃は、やっぱりちょっとヘコヘコしながら、こびうりの頃、おはずっすおしゃーゃぞっす,っあぞっすみたいな感じだったんですけど、それじゃあ、まあ、30代ならまだギリギリいけるかもしれないですよ。50代の社長様とかでね。じゃあ、自分が40代、50代になってきて、そのチップのもらい方って、まあ、なんか、 おかしくないいかかっていうかなんかちょっと気持ち悪いみたいな感じになるじゃないですか多分若いうちにチップもらったらちょっと一杯飲んでいけよみたいな感じになると思うんですけどどっちかというと4 5 0のおじさんがチップくださいみたいなだったらあチップあげるからあっち行ってみたいな感じになってくるんでとってなってくるとキャラクターって年齢によって変えていて 無難にずっとやるか、年齢によって変えていくものなのかな。例えば5、5なんか、ちょっとすごい、まあ僕の、20歳、代前半の時のキャラクターは、どっちかというと、ゴマスーキャラみたいな感じだったと思うんですけど、よいしょよいしょキャラみたいな。まあよいしょキャラは、ちょっと貧乏キャラとかね。まあこれもだからね、 お金持ってるキャラを出した方がチップが出るのか、貧乏キャラの方がチップが出るのか、単価が上がるのはお金持ちキャラの方が単価が上がると思うんですけど、は、まあ、ちょっとわからない。ちょっとその辺はわからない。完全にお客様のあれによるからちょっとわからないんですけれども、でもちょっと僕ね、未知数なんですけれども、あの、自分30前半、なったば、30前半なんで、こっからね、年段重ねる ことにチップの取り方も変わっていいいかななきゃいけないし、まあ、キャラクターに関してもあの例えば20代前半の頃にそういうマジシャンに憧れてしまってなんか偉そうなアクトとかってやるよりは20代前半の頃はありがとうございますみたいな感じでキャラクターって年齢とともにちょっとなんかねっきわどいこうなんか客あしらいとかやっていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますのでちょっとなんかね最近 そういうふうに思うんですよね。これ、なんか、ちょっとね、僕は SNS でね、何かそういう結構あの、まあ、すごい人たちだと思うんですけども、見かけてね、まあ、やっぱでも、数字としては取れてないんですよね、やっぱりね。えー、SNS に出してても。で、数字として取れないのは、その場ではめちゃめちゃ盛り上げられても、客観的に映像で見ると、そういうキャラってうざいんだよね。 鼻につくんで、あの、そこら辺も、ちょっとね、いろいろ意識しながら、なんかキャラ作りしてみるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、いつも通りまとまっておりませんけれども、はぁ、あ、そういう意見もあるんだと思っていただければと思います。以上です。ポコチンでした。